薩南諸島島交流の会の、島再発見のコーナーです。今日はですね、鹿児島県の、はい、奄美大島、こちらの方と、電話が つなげております、はい、実はですね、先日日曜日、NHK でですね、はい、番組があったんですね。でこれはどんな番組かというと、これ鹿児島熱風録という、番組タイトルで、テーマはですね、密航米軍統治下奄美に生きた人々、はい、まあ、こういうテーマなんですね、でカズさんは、はい、ほら沖縄が、米軍アメリカに、ね、占領されてたというのはご存知ですよね、はい、知ってます、はい、実はその前奄美大島もそうだったってご存知ですか。知らないです。知らないですか。知らなかったです、はい、僕も、ね、その当時のことは知らなかったんですが、まあ、父からですね、昭和2年生まれの父なんですけども、昔よく話を聞いたのが、まあ、東京の大学出てるんですけども、はい、密航船に乗って、その東京の大学に渡ってその向こうの物産とかをね、はい、売りながらなんか学費にしたとか、はい、なんかそんなことを聞いたんですね。密航ってどういうことみたいな話をしたら、まあ、当時ね、沖縄が復帰する前に先に奄美の方が復帰してるんですけども、アメリカの統治下だったんだよって話を聞いてたんですね。そうですか、はい、まあ、そんな中ですね、そういう、その米軍統治下だった奄美っていうのは、はい、なんか物がない時代、その中で密航せざるを得なかった、というなんかそういうね、ドキュメンタリーがあって、その今ね平和な環境がありますけども、はい、過去にはそういうことだったってことを語り継いでいこうと、ということで、そういうドキュメンタリーがあったんですね、はい、そうですか、知らなかったですね、はい、で今日はですね、はい、今奄美大島で、そうですね、奄美と本土の人材マッチングであるとか、その団塊の世代が作る無償ボランティア奄美の寅さんとしてですね、活躍されてます、はい、花井光三さん、はい、こちらにですね、お電話をつなげております、はい、あ、花井さん、はい、あ、どうもこんにちは。はい、こんにちは、はい、そちら天気はどんな感じでしょうか。天気は今日は曇りで、私は奄美の与論島に行く予定だったんですけども、飛行機が欠航しまして、あ、そうですか、今家に帰ってきました。あ、そうでしたか。明日もう一度出直します。はい、今室内でちょうど14度ですね。あ、14度ですか。はい、こちらはですね、はい、こちらもだいぶ今日は暖かいんですが、はい、もう急激に寒かったり暖かかったり、昨日雪降ってましたもんね。昨日雪でもないか。昨日はこっちも寒かったですね。久しぶり。あ、そうですか。で今まず、奄美の寅さんこと花井光三さんですが、はい、もともと昭和22年のお生まれなんですか。そうですね、今年今62歳です。そうですか。でね、奄美市の、市の職員であって、はいはい、退職されてから今やってらっしゃる、活動のことをちょっと教えていただいていいですか。そうですね、ボランティア活動やってます。はい、これ奄美の寅さんということで南海日時新聞とか、はい、そんなところでキャラクター付きでですねメッセージが発信されてますが、はい、そうですね、具体的に活動内容をちょっと教えていただいていいですか。東京からですね、はい、まあ、本土東京だけじゃないんですけど、東京、まあ、東京代表して東京言います。東京から奄美に住みたい人、はい、奄美に投資をしたい人、はい、奄美を研究したい人、はい、それから奄美で自分を表現したい人、はい、まあ、こういったいろんな方が奄美に訪れて、来てくださるんですが、はい、奄美につてのない方に対しての最初の入り口案内というんですかね、はい、窓口案内をボランティアでやってるという、まあ、そんなことです。そうですか、はい、私はですね、はい、実は奄美出身と言いながらも実は生まれて1年で、はい、僕は笠利の赤木菜なんですが。ああ、私も笠利町なんですよ。ああ、そうでしたか、はい、でまあ物心つかないうちからも東京に、親の仕事で出てきまして、はい、ただ私も今49なんですが、こういうとかは全く島内にはいなかったんですけども、はいはいはい、この年になってですね、
やはり、自分のルーツ意識みたいのも芽生えましてね、はい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 、で東京にいながらなんか奄美に貢献できることがないかなと、はい、いうことでやってるうちにどういうわけだかこのラジオ番組をやることになっちゃったんですね。で今あのこの番組はですね、はい、あのご存知かもしれませんがあの大和村出身の山崎さん、はい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 、はい、山崎さんが、はい、あの番組をですねサポートしていただいてて、はいはい、まあ、アイアイ奄美株式会社ということでですね、はいはいはい、こちらがスポンサリングしていただきながら、はい、こちらで奄美の情報を発信させていただいてます。 ありがとうございます。はい、でちょっと番この前の NHK のね、あの番組で僕もね、花井さんから、はい、この番組見た方がいいよっておっしゃっていただいて見させていただいたんですが、はい、父親からなんか簡単にいやなんか大学行くのに密航船に乗ってなんて軽くこうやって聞いてたんですけども、はいはいはい、実際に本当にね密航船乗られて生きるか死ぬかの感じで、はい、ああいう形で渡ってた人たちがいたんだなってことをですね、ああ番組ご覧になったわけですね。見ました見ました、はいはい、ありがとうございます。だからうちの父が言ってたことも結構大変な思いをして渡ってたんだってことをですね改めて感じまして、はいはいはい、まあ、それがいたからこそ、まあ、私もまだいるわけですよ ね、 そうですよね。だからうちの息子にもですねちょっとこれ見てごらんっつって、はい、おじいちゃんたちがこんなことやってたんだよと、はいはい、でね、それが、生き残ってるから僕がいてまた息子がいるんだみたいなそんな話もちょっとしてみたんです。あ、子供さんたちもご覧になったわけですね。はい、はいはい、で花井さんなんかこうやって、はい、そのアメリカに統治されてる頃っていうのはなんかよく覚えてらっしゃるんですか？私なんかアメリカ統治はですね、はい、米軍政下にありましたのは私が生まれる前の年から始まりまして、小学校に入る前入学前ですね、はい、に日本に復帰したんですよ、はい、その約8年間なんですけど、はい、それでまあ子供の頃ですね、もうほとんど小学校入ってから復帰後は覚えてるんですけど、復帰前ですんでそんなに覚えてないんですよね、はい、で今先輩たちから奄美市の生涯学習講座で、はい、この先輩たちに来ていただいていろんな話を伝えてもらってるところなんですよね。うーん、そうです。で今年でちょうど57年58年目に入りましたね。あ、そうですね、日本復帰してから58年ですね。はい、はいはい。